批判がありまして辞任して、1ヶ月後に今度は鳩谷さんが日本はいい国だと言って空爆省をクビになりました。それ以来私どもは本当の同志として行動を共にしてまいりました。一緒に本を書いたりしたこともありました。今回鳩谷さんが都知事に移行するという話を聞きまして、大賛成、これはすごいことが起こると思いまして、私はツイッターにひょっとしたらひょっとするぞと書きました。ひょっとしたらひょっとするというのはどういうことか、怒りの怒りの手もありましたけど、この候補者が全員揃ったところで私はひょっとするぞじゃなくて、もしかしたに分かったんじゃないかと。そしてこの17日間の選挙終わった段階ではやっぱりそうだったか、やっぱり玉上さんだったかと、こうなるんではないかと確信を深めております。皆さん、私は玉上さんと全国を回りました。今日本中にたくさんの玉上さんがおります。今度のこの首都決戦に向けて全国の玉上さんが立ち上がってくれております。そして皆さん、今マスコミ、大手の新聞などはもっぱら細川は増税、この対立だって言ってますけど、ネットの世界は全く違います。今度の選挙こそネットのネット族が力を発揮する時だと、このように思っております。多分この演説も全国に放映されるはずでございますが、どうか全国の鴨上不安が立ち上がってこの東京都に連合再起をしていただきたい、このことをお願い申し上げます。皆さん、今鴨上さんは自分はいい人だと言いましたが、優しい人なんです。優しい人だと思ってます。やっぱりこの優しい東京を作るためには、鴨上さんのように強くて優しい人がどうしても必要だと思っております。そして皆さん、安倍さんも鴨上さんが都知事になってほしいと思ってんです。いや、直接聞いたことはありませんけど、多分そうだと思いますよ。やっぱり国家間、歴史間のしっかりした人がこの首都東京を守ってもらわないといけない。皆さん、防衛こそが最大の福祉なんです。防衛政策が最大の福祉政策だということをご理解いただきたいと思います。震災が起こると考えてますけど、この震災対策、震災が起こった時に暴動が起こるかもしれない、テロが起こるかもしれない、そういったところまで考えなければなりません。我々あまりにも平和ボケしてて、そういうことまで思いが至りませんが、長い間日本の国の防衛を担ってきた鴨上さんはそういうことが分かっている。あんまりそういうことを言うとですね、過激だと言われるかもしれませんので、代わって私が申し上げます。本当に他の候補がですね、知事だったらどうなる、石原さんがやってこられました、あの日の丸を学校に掲げるようになりましたけど、これも中止されるかもしれない、朝鮮人学校に対する補助金もまた復活するかもしれない、やっぱそういうことはいけないことでありまして、やはりそして玉上さんが言うように原発が必要なんです。皆さん、原発というのは安全なものだったのに、悪いのは東京電力、東電があまりにも組織が大きくなって、そして感情的になってやらなきゃいけないことを怠ってきたことが大問題なのでありまして、これから今のままでいきますと電気料金も上がってしまう、日本の大企業もとても日本ではもう仕事ができなくてなってしまう、こういうことになりますから、鴨上さんが言うように安全性をしっかり確保して活用していく、これが本当に日本の国を考え、東京都民のことを考えた政策だということをご理解いただきたいと思います。長いことをしゃべらなきゃいけませんので、また別の会場でも話させていただきますけど、どうか皆さん、全国の皆さん、首都決戦です。みんなで立ち上がりましょう。